後ろも見ておく。な、何なんだこの鉄の塊。まるで軍事施設みたいな扉。ここってさっき入ってきた玄関ホールだよな。こんな扉じゃなかったと思うけど。じゃあ、舞園さやか。舞園さやかです。かい。これから、よろしくお願いします。そんなでかいリボンつけられるのは、やっぱ自分が可愛いと分かってる子じゃないと無理だよね。出た、アイドル。舞園さやかか。思わず見とれてしまう鮮やかなお辞儀。今まで嗅いだこともないいい匂い。舞園さやか、好きだ。希望が峰学園新入生スレでその名前を見かけたとき、正直僕はかなり驚いた。彼女は国民的アイドルグループでセンターマイクとして活躍するアイドル。超高校系のアイドルとして今やテレビや雑誌でも引っ張りだこの人気者。だけど彼女の入学を知って驚いた理由はそれだけじゃない。え？もっとも向こうはそんなことは覚えていないだろうけど。え？それにしても見れば見るほど綺麗だな。肌なんてまるでお人形みたいだし。え、人形じゃありませんよ。生きてますから。え、聞こえた？私。エスパーなの？じゃあ、しょうがないか。は？冗談です。ただの勘ですよ。いや、こいつはエスパーだ。鋭すぎるだろう。あれ？もしかして、今度は何？そうだ、やっぱりそうですよね。あの、苗木くんって。おい、君たち、いつまで仲話をしているのだ。自己紹介だけで貴重な一日を終わらせるつもりか。ちょ、風琴。ごめんなさい、つい。いいかね。喋りたがりだな。自己紹介とは自己を紹介する場であって、決して雑談の場ではないと心得よ。でもこの人いると便利だな。はい。ごめんなさい。いや、いいのよ。でも昔会ったことがあるのかな。また後でね。舞園さん何か追いかけてたみたいだけど。でも別にこれで終わりってわけじゃないんだ。彼女も言ってたしな。後でねって。死ぬの？もう一回話しかけるか。じゃあこの、桑田レオン。何これは、超高級級の何？あ、野球選手、髪伸ばしたんだ。桑田レオンって言えば、だから桑田なのか。高校野球大会の優勝チームでエースで4番バッター、プロも注目する超高校級の野球選手だったよな。そんな超一流アスリートが。え、君なの？どうしたん？いや、意外っていうか、超高校級の野球選手っていうからてっきり。マルコメくんを想像したとか？マルコメくんっていうか、スポーツマン風の高校野球児を想像したのは確かだよ。前にネットで君の記事と写真を見たけどそんな感じだったし、まあ優勝して、もう伸ばしてよかったんだ。うへえ、俺の野球してる写真見ちゃった。マジで、あのダサいの見られちゃったの？みんな見てんじゃない？やべえよ、激ヤバだよ。マジかよ、それって超絶的にはずいんだけど。はずいか。うっぜ、大会の決まりっつうから仕方なく坊主にしたけど。もう絶対に髪は切んねえ。色も戻さねえかんな。え、色そのまんまじゃなかった？え、ぶっちゃけていいっすか？いいっすよ。俺って全然野球好きじゃないんだよね。今まで練習したことだって一度もねえし。一度も練習しないで優勝チームのエースなんて、この人って本当に天才なのかも。つうわけで、この入学を機に野球をやめっから、俺には将来の夢もあるんで。将来の夢？ミュージシャンに決まってんじゃん。このスター性のあるオーラでわかるっしょ。俺はボーカルだから、あとは演奏するやつと曲作るやついで最強っしょ。そうかな。夢に向かって突っ走る今の俺ってマジでマキシマムにかっけーっす。まあオレンジレンジなら入れそうかもしれん。高校野球の頂点に立った人の言葉とは思えない。世の中の野球少年たちには絶対に聞かせられないな。まあ才能と自分のやりたいことが噛み合わないこともあるかもね。深川透子。あ、私の名前なんて後ですぐに忘れるんでしょうけど。この人、あれだよな、タイトル画面にいたよな。トウコちゃん？トウコよ。腐る川？深
川東子ちゃん。東子ちゃんは何ですか。あ、文学少女だって、いいちん。深川東子、10歳の時に書いた小説が話題となり、それをきっかけに文壇デビュー。10歳か。2年前に執筆した磯の香りの消えぬ間には、そんな彼女の代表作とも言える恋愛小説で、影響を受けた若い女性の間で漁師が大人気になるなど、社会現象を生み出す大ヒットとなった。すげえ。若くして数々の文学賞を受賞し、高校生でありつつベストセラーを連発する彼女は、まさに超高校級の文学少女と呼ぶにふさわしい天才女子高生作家。だったよな。でも、代表作が恋愛小説って言うから、濃い大きいお姉様タイプの女性を想像してたんだけど。でも、読書好きそうじゃん？何よ。え？人の顔をじっと見て、そんなに見ないでよ。超、照れ方キモいかよ。え？何なのよ。汚らしいものを見るような目で見ないでよ。ちょ、忙しいね。汚らしいなんてそんな。あ、私にはわかるんだからね。あなたの言いたいことぐらい。何？どうせ、ここまでのブスは初めて見たとか、そう思って笑ってるんでしょ。え？全然ブスじゃない。ブスなの、この世界では。いや、そんなこと。ごまかしたって無駄よ。そう、それが真実なのよ。出なくちゃ、私の顔なんて見るに耐えないんだもの。別にいいけどね。慣れっこだから。そうなの。すごい被害妄想だ。作家としての豊かな想像力が間違った方向に働いた例だな。冷静。じゃあ、石丸清隆。僕の名前は石丸清隆だ。座右の銘は質実剛健。お互い学業に切磋琢磨して頑張ろうではないか。聞いたことある声だな。声優さん豪華ね。風紀いいんだよね。清隆くん、石丸清隆くん。石丸清隆って名前。清隆。希望ヶ峰学園新入生制で見た情報によると、有名進学校で常にトップの成績を取り続け、そこも火のつけどころのない超優等生だったな。風紀委員としての活動も有名で、何よりも規律を重んじる超高校級の風紀委員って呼ばれてるとか。何人か退学に追いやったんでしょ。君の名前は苗木誠だったな。苗木誠、実にいい名前だ。立派な名前をつけてくれたご両親に感謝したまえよ。え？いいかね。あ、誠だから確かに好きそう。そして君もその名前に負けぬよう日々精進したまえよ。いいか。え？人生には努力を費やすだけの価値がある。そうだろう。そうなのだよ。なんだか面倒くさそうな人だな。お前やね。で、こいつだよな。山田ひふみ。全ての始まりにして終わりになるもの。聞いたことある声。タツナの方で読んだ。わかりませんぞ。すごいな。あ、同人作家か。そういえば同人作家いるっつってたか。ところで、苗木誠殿は二次元関係にはお強い方ですかな。いや、お強い方ですよ。二次元。苗木くん。そっちの業界では超高校級の同人作家ってことで、僕もそれなりに名が通ってるんですよね。ムフフ。伝説として今も語り草となっているのが、文化祭で1万部の同人誌を完売させたことですな。それはすごいわ。僕の芸術を理解しないバカなクラスメイトたちは、文化祭が怪我されたなんてざれ言を抜かしてましたが、クラスで売ったんならまあちょっとあれかもしんないけど、文学部的なとこなかったの。そのクラスメートたちには気の毒だけど、文化祭で1万部って確かに尋常じゃない数字だな。よく吸ったな。しかし、バカなクラスメートの言葉は忘れましょう。生前のゴッホしかり、評価されない才能もあるのです。そうか。僕はそうした同人に対する先入観を破壊するために日夜戦っている戦士なのです。苗木誠殿も僕の作品を見ればすぐに理解できるはずですよ。僕の作品に根付く深いテーマにね。どんなテーマなの？つまり性の向こう側というやつです。予想通り。できれば理解したくないな。ドエロいのを書いてるんだろうなって思った。次にあの5人と話してみるか。この子が気になるな。こんにちはっす。朝比奈葵ちゃん、よろしくね。よろしくね。あ、スイマーか。なるほど。
朝比奈葵、小学校、中学校、高校と過去に参加した大会で次々と新記録を塗り替え、今やオリンピック候補生にも選ばれた超高校級のスイマーだったな。実力、容姿、プロポーションと揃った逸材ってネットでも騒がれてたっけ。まあ、こんな可愛かったら。そっちの名前ってなんだっけ。ごめん、失念しちゃったよ。苗木誠だよ。そうそう、それっぽい名前。それっぽいっていうか、それが正解なんだけど。大丈夫大丈夫、すぐに覚えるからね。かわいい、この子人気ありそう。苗木誠、苗木誠っと。彼女は僕の名前をつぶやきながら自分の手のひらに人差し指で何かを書き始めた。何してるの。あれ、あ、これ知らないんすか。人の名前を覚えるときは3回手のひらに書くといいって。マジ？やるわ。聞いたことないけど。あのさ、苗木ってどういう字？そのままだよ、苗って字。あ、わかんないや。後で辞書調べてから書くね。とりあえず、これからもよろしくってことで。そうだね。とにかく、底抜けに元気な性格ってことだけは分かったな。かわいいわ。藤崎千尋ちゃん？どうも。はじめまして。藤崎千尋です。え？この人さ、いや、まだわからない。え？いや、まだわからないだろ、そりゃ。プログラマーなんだ。へえ。なんだか自己紹介ってなんだか照れるね。これからよろしくね。え、男の子だったりしないよね。いやでもそういう風に聞こえるだけだよね。うん、はじめまして。こちらこそよろしく。あれ？なんか気のせいかな。どこかで会ったことある？いや、今はじめましてって言ったばっかりだけど。あ、そっか。ごめんなさい。え？いや、そんな謝るようなことじゃないから。え、どうした？藤崎千尋、数々の革新的なプログラムを作る超高校級のプログラマーと呼ばれる才能で、それに加え、その小動物を思わせる雰囲気も相まって一部には熱狂的なファンも存在するらしいけど。ねえ、あのさ、ごめんなさい。え？どうして謝んの？だって、なんだか不機嫌そうだったから怒ってるんでしょ。え？そんなことないよ。この中で一番私の性癖に刺さりそうでドキドキしてるだけだよ。違う。ちょっと考え事してただけだよ。え？考え事？そう。別に不機嫌になったわけじゃないんだって。ありがとう。よかった。そうだったんだ。嫌われたのかと思っちゃったよ。ほっとした。いや、かわいい。一部の熱狂的なファンとやらの気持ちが少しだけ分かった気がした。私も熱狂的なファンになっちゃおうかな。キリギリ京子。あの、名前教えてもらってもいいかな？名前は、キリギリ京子。キリギリ京子？この子もかわいいな。あれ？わかんないんだ。あれ？ずいぶん無口な女の子だな。それにこの子の名前、キリギリ京子なんて名前、希望が峰学園新入生すれにはなかったぞ。そういえば希望が峰学園の新入生の中には僕以外にも、素性が明らかにならない新入生がいるんだっけ。それがこの彼女なのか。なんだろうな。殺し屋？あのさ、君はどうしてこの学園に来たの？何？え？どうしてって。いや、この学園に選ばれたってことはさ、何か超高校級の才能があるってことだよね。それってどんな才能だったりするな？別にいいじゃない。なんで？教えなくちゃダメなの？え？いや、ダメってことはないんだけど。言う必要がないなら言わなくていいでしょ。彼女、ネットで検索されないくらいだから僕みたいに運とかで選ばれたのかと思ったけど、なんかありそう。まるで鉄仮面だな。何も話してくれないんじゃ知りようもない。僕は運だよって言わないと。出た、江ノ島純子ちゃん。江ノ島純子でーす。
ギャルかわいい。ギャル好き、ギャル好きなんだよな。猪島純子って確か全国の女子高校生たちの間でカリスマ的存在の超高校級のギャルだったよな。でもなんか雑誌で見たのと見た目の印象が違う気が。今日はあんまり薄めのメイクできたのかな。はい？あんた。ああ、もしかして雑誌のカバーショットのこと言ってんの？あはは、当たり前じゃん。あれは雑誌屋に持ってるんだって。持ってる？だからさ、加工してんだって。画像編集ソフト知ってんでしょ？加工、そうなんだ。まあ、表紙、ちょっとした肌荒れぐらいとかはさ、ちょっと、そんなことぐらいで驚かないでよ。軽くへこむんですけど。マジマジ。今時カバーショットで盛るなんて全然当たり前なんだって。そっか。てか、そんなんで驚いてたら某歌姫なんてもっとやばいよ。え、誰誰？目とか超でかくして肌とかもセラミックかよって感じだし。そうなんだ。なんだか夢を壊された気分だな。苗木くんも若いね。そんなもんだよ。女の子はみんな加工でできてるんだから。これは大和田モンドだ。大和田モンド。大和田モンド。意外と、静かめか？暴走族。大和田モンドって言えば。ブーンゴーバー日本最大、最強と称される暴走族に二代目総長として君臨する人物。二代目なんだ。全国のヤンキー連中から尊敬と畏怖を集める超高校級の暴走族だったよな。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。あ、この人との関係には特に気をつけておくとしよう。下手なことを言うと夜の海に沈められかねない。そうだな。最後にあの4人と話してみよう。え、この人女？大神桜だ。え？大神桜、格闘家？男性の方ですよね、なんて言葉が危うくでかかったが、そんなことを口走った日には僕は一瞬にして肉団子だろう。危ねえ。何せ彼女はアメリカの総合格闘技大会において女性でありつつチャンピオンになった女流武道家。400戦以上して未だ無敗の超高校級の格闘家なんだから。すげえ。彼女については希望神学園新入生セルでこんな風に書かれていた。大神桜、通称大川、霊長類、人か最強に最も近い女子高生だ。もしこのスレを見ている希望神学園の新入生がいたら先に忠告しておこう。命が惜しければ決して彼女には近寄らないことだ。なるほどね。それは言い過ぎじゃない。本人を目の前にするとそう思わざるを得ない。おい。え、お主。え、はい。思わず背筋が伸びた。すると、彼女はそんな僕の体をベタベタと触り始め、え、あの、何を？なるほど。筋力の質、量、ともにごくごく普通の一般的な高校レベルといったところか。ふむ、残念だったな。その程度では我の訓練相手は務まらぬ。すごい、ポケモンにいる、なんかポケモンの性質を見抜いてくれる人みたい。いや、むしろありがたいんですけど。桜ちゃん押していくか。戸上白夜だ。すごい、聞いたことある声だ。でもこの人も見たことあるな。この人が音掃除か。音掃除。どうもよろしくね。白夜くん。さすがにここまでやる気のない自己紹介は僕の人生史上でも初めてだ。でもそれも仕方がないのかも。この人は超高校級のみんなの中でも特に別格なんだよな。戸上白夜、巨大財閥である戸上一族の御掃除であり、幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれ、おお、本人もすでにいくつもの会社運営に携わり、個人としても莫大な資産を築き上げているという、すごい！まさに超高校級の御掃除と呼ぶにふさわしい桁外れな高校生。以上、希望が峰学園新入生スレからの天才。おい。おい、自己紹介は終わったはずだ。いつまでそこにいる。すいません。
目障りだ、下がれ。この僕みたいなのと慣れ合う気はない的なオーラ、これが帝王学ってやつなのか。葉隠れ康弘。俺は葉隠れ康弘ってんだ。大丈夫、高校生、ね、ほどほどに頼むべ。え、べだべ系。あ、占い師、この人が。葉隠れ康弘、占い界で超新星と呼ばれ新風を巻き起こす超高校級の占い師だったな。正直占い界とやらのことはあまりピンとこないけど、どれくらい当たるのかちょっとだけ興味あるかも。もしかすと、あー、これは参ったね。実際、え、どうかした。リアルな話、見えた、見えちまったんだべ。リアルに見えちまったって話だ。何が、うん、スカイフィッシュを加えたビッグフットを追いかけるパーマ頭の守護霊、お前さんの守護霊さ。めちゃめちゃすごいじゃんなんて冗談だよ。なんだ、まあ今度酒でも飲み交わしながらレムリア大陸とレムリア文明について熱く語り合うべ。いや、お酒はダメだよ、高校生だし。ダメ、俺は二十歳だべ。実際いろいろあってサンダブしてんだ。なるほどね、だと思った。サンダブっていろいろありすぎだろ。それでもいいんだ、まあ在籍してるから現役高校生ってことになるのか。え、セレス、お初にお目にかかりますわね。ああ、セレスティア・ルーデンベルクです。すごい、 VTuber みたいこれがギャンブラーか、すごい、かけぐれみたい。セレスティア・ルーデって何が私の名前ですわよ、セレスと呼んでくださって結構ですわ。かわいい。日本人ですよね。は、それが何か、あの、できれば本名も嫌ですわ、私の本名はセレスティア・ルーデンベルクですわよ。セレス、いやでもな、ウッドベルとかだったらね、なんか鈴木とかかなとかってそういうのあるんだけど、セレスと呼んでくださって結構ですわ。丁寧な言葉遣いと裏腹に力強い口調、これ以上聞くなってことか。希望が峰学園新入生生で見かけた噂通りの人物みたいだな。噂、自称セレスティア・ルーデンベルク、負け知らずの超高校級のギャンブラーで、ゴスロリ服を愛するということ以外の素性が全て嘘のベールに包まれている謎の女子高校生、参加者全員の全財産を奪い合うという究極の裏ギャンブル、キングオブライヤーで優勝し、他の参加者の財産を奪い取り人生を破滅させたなんて恐ろしい噂を持つ高校生ギャンブラーらしい。すごい今後ともよろしくお願いしますね。カイジも任したのか、この逆に怖い笑顔、なんだか一筋縄じゃいかなそうな人だ。これで全員か、これで一通り自己紹介は終わったか。それにしても超高校級なんて呼ばれるだけあって、みんな個性的というかなんというかおい、そろそろ本題に入るぞ、白夜くん。仲良く始めましてばかりやっている場合でもないんだ。あ、そういえばさっき言ってたよね、この状況がどうとか問題がどうとか、それってどういう意味なの。あのですね、それはですね、苗木くん言ってましたよね、いろいろあって寝ちゃってたって。それって私たちも一緒なんです。え、一緒って。ありえねえ、この玄関ホールに入った直後にいきなり気を失っちまって失っちまってさそんで気づいたら校内で寝てたっつうわけ。おめえもそうなんだろでもみんなと自己紹介したから喉が。でもそれって変だよ、ここにいる全員が揃って気を失うなんて。だから困ってんだろうが、すいません。異常なのは気を失った件だけではないぞ、諸君らも教室や廊下の窓を見たであろう。見た見た、クソデカボルト、至る所に鉄板が打ち付けられていた。あれは一体何だというのだ。ありえなくね、ありえなくね。それに私の荷物どこ行っちゃったの、携帯も行方不明だし、ガチャガチャのガラケー持ってそう。そういえば PDA がどこにもないよ。 PDA、 それに妙なのはこの玄関ホールもだ。奥の入り口が妙な鉄の塊で見事に塞がれてしまっているじゃないか。僕が入ってきた時にはあんなものなんてなかったぞ。なぜだ、一体なぜなのだ。熱血だな。もしかして犯罪チェックのことに巻き込まれたんじゃ。ひょっとして誘拐とか、
俺らみんなして希望神学園から連れ去られたなんてオチ？まあまあ。そうしけたつらしてんなって。どうせ学園が企画したオリエンテーションかなんかだべ？だべ。つうわけで俺はちょっくらい一休みすんべ。おい死ぬぞ。そっか。そっか、みんなを驚かせるためのドッキリイベントだね。なんだそりゃ。何よ、そういうことなの？なら俺も昼寝させてもらっちゃうよ。ぶっちゃけさ、俺も昨日夜更かしたんでデビル睡魔がと一同の緊張が緩みかけたその時だった。突然それは始まった。え？あ、チャイムだ。ん？あ、すごい、一番聞いたことある。そうなんだよね、それは知ってるんだよ。それは場違いなほど能天気で明るい声。それゆえに僕はその声に強烈な不快感を抱いた。例えば自己現場で鳴り響く笑い声のように思わず眉をしかめたくなるような不快感。新入生の皆さん、うわ、フルボイスじゃん。入学式を取り行いたいと思いますので。やったー、入学式だ。旧体育館までお集まりください。楽しそうってことで、よろしく。はい。なんだ、は、何、何なの今の。じゃあな、俺は先に行くぞ。え、ヤクヤク、ちょっとなんでいきなり行っちゃうの。もしかすると入学式。なるほど、そういうことね。これは入学式の催し物の一部だったってか？笑えんべ。こいつは笑えんべ。実際リアルに笑えんべ。だべ。だべ。じゃあ俺も行くとすっか。お次はどんな思考のイベントかなっと。せっかく人眠りしようと思ってたっつうのに空気読めやな、マジで。まあでもこの時点で何かとは思わないわな。ああ、待って。一緒に行く。じゃあ私も先に失礼しますわ。どうせ誰も気にしてないでしょうけど、あ、私も行くわよ、行っちゃうわよ。すごい自意識だ。ゾロゾロと体育館に向かう面々を横目に僕はその場を動けずにいた。頭に浮かんだ嫌な予感がどうしても頭から離れなかったせいだ。だけどそんな考えなのは僕だけでもなかったようで。本当に大丈夫なんですかね。やばい、今の校内放送にしたって妙に怪しかったしね。でもここに残っていたとしても危険から逃げられるわけじゃない。それにあなたたちだって気になるでしょ、今自分たちの身に何が起きているのか。まあね。なるほど。さくらちゃん、先に進まぬ限りは何もわからぬままということか。ならば行くしかあるまい。ここで危険を察知したこの面々を覚えておいた方がいいか。確かにそうだよな。ちょっと、いや、かなり不安だけど行くしかないか。体育館だったよな。じゃ、みんなで行こうよ。あ、セーブデータ。あ、あざす。いいところで保存させてくれるな。